ブランドン・ジェームズ・ラウスはアメリカの俳優、アイオワ州出身、身長191センチメートル、4人兄弟の3番目に生まれる。父親は大工、母親は教師であった。アイオワ大学在学中からモデル等をして学費を稼いでいたが、俳優を志して中退、ロサンゼルスに移る。この頃、クリスティーナ・アギレラのホワット、映画アルフォンツの PV に、 エキストラで出演している。1999年、ドラマオットマンアウトへ出演のチャンスをつかむ。また、2001年から2002年まで、ソープオペラワンライフツーライブに出演。しかしこの間にも、ハリウッドのボーリング場で、バーテンダーとして働いていたという。その後、2006年のスーパーマンリターンズの主役に抜擢され、世界的に有名になった。 工業的な成功は収めたものの配給会社の予想売り上げに達しなかったため予定されていた続編は白紙化され2009年にワーナーとの契約も終了となったスーパーマン5はテレビシリーズチャック、チャックやアメコミの映画化スコット・ピルグリム VS ジャ邪クな元レ軍団などに出演している2007年11月に女優のコートニー・ホードと結婚した 2012年8月に男児が誕生している。ありがとうございます。